皆さんこんにちは。バンダナシバから学ぶアースデモクラシースタディーツアー、種の学校ナブダーニャリシケシインドツアー主催をしています、グミと申します。よろしくお願いします。このコーデは僕の自己紹介を恥ずかしながらさせていただこうと思います。というのもツアーを企画っていうのはプレームサットさんって言って僕の持ってるコミュニティなんですけども、で、その窓口がやっぱり僕なので、こういう人が企画してるのかなっていうのを知っておいてもらった方が安心なのかなっていうのもあって、恥ずかしながら知りたい人だけお付き合いください。はい、名前をグミと申します。グミちゃんと気軽に呼んでください。で、京都に住んでます。で、やってる音楽なんですけども、僕音楽やってるんですね。で、北インド古典音楽っていうジャンルの横笛をやってます。これです。はい、篠笛に似てるんですけどもね。で、もう一つは祈りの歌っていう歌の活動ですね。キールダンとかも言ったりするんですけども、で、その音楽をやってる僕がなぜこのツアーをっていうところに行く前に紹介をちょっと続けますね。で、ちょっとなんか自分の作品紹介みたいになっててすごい恥ずかしいんですけど、じゃなくてちょっと見てほしいのがここなんですよ。これ最近歌の CD 出たんですけども、なんと辻真一先生が帯を書いてくれて、ちょっと読んでいいですかね。本当に素晴らしい言葉なんで。自分の声で自分らしく歌ってみたいと思える歌に久しぶりに出会った。らしくは懐かしい未来の祈りだ。辻真一。辻先生ありがとうございます。はい、僕バンダナシバドクターバンダナシバの学びとかも全部これ辻先生からなので、やっぱり本当に敬愛してるんですね。で、最近幸せの経済フォーラムとかも演奏歌で参加させてもらったりとか であっちでも多く学びがあったりで、で、そうですね。で、上野さんとかもいたりして、上野さんの作品も紹介したいんですけども、いろいろやってるとあれですね、ちょっと時間がねあれなので、進めます。で、なぜ、そんな僕がこのナブダーニャのツアーを企画しているかというと、僕は本当に畑、趣味では今ガーデンみたいなもんですけどね、やってますけど本当素人なんですよ。農業はもう全然わからないです。こう見ても本当に綺麗だな、居心地がいいなみたいな、もう感覚でしか捉えれないんですけども、で、じゃあなぜこう今企画になっているのかというと、もともと僕は音楽中心に生きてきたんですね。で、極端に言うと音楽最優先で、他のことはもう二の次っていう感じでずっと来てしまったんですよ。体のことも食べ物のことも、時にはもしかしたら人間関係も二の次にして、もうずっと音楽って来てしまったんですけども、やっぱり徐々に何かね、この歪みというか、このまま突き進むのかなっていう不安感というか、そういうものも抱えながらやってきてて、で、去年の春に自分の人生の転機があったんですね。で、要はちょっとした谷ですよ。谷なところで、ちょっと気持ちも沈んでるところで、これからどうしていこうかなっていうことも考えたりしてるところで、去年の3月にリシケシっていうインドの、今回行くツアーの場所ですけども、リシケシでインターナショナルヨガフェスティバルっていうヨガの世界最大級のフェスがありまして、で、そこで僕の敬愛する音楽仲間のダフネっていう友達とかと一緒にいたんですけど、で、ダフネがバンダナシバがスピーチで登壇するから絶対聞いた方がいいよって言ってくれたんですよね。で、ちょっと全然知らない人だけど見てみようと思って見たら、英語はその時も全く何言ってるかわからないっていう感じなんですけど、とにかくエネルギーがもうすごい、もう会場の1000人以上いる人たちがぐーっと引きつけられて、しまいにやっぱり涙してるっていう状況で、もう僕は圧倒されて終わったんですけども、それが初めての出会いで、訳も分からず帰国して、
でその春に人生谷間っていう状態の中で、あの YouTube で、これですね、あの上野さんとか辻さんが出してくれてる命の種を抱きしめてっていう、まあ、これのビデオに出会ったんですよね。で、これがもう僕の中で人生最大級の衝撃で、もうその頃ずっと自分の癒しのアイテムとして24時間無限再生みたいな感じでやってたんですね。で、あ、バンダナシヴァってインドで会った人こんな素晴らしいこと言ってるんだ。で、まあ、もうあのビデオ本当によくまとまってて、もう上野さん、辻さんありがとうございますって感じなんですけど、あのその時のバンダナシヴァのメッセージで、あらゆる命は織物が、あらゆる命は織物を織りなすようにお互い様に、おかげさまの関係で成り立っているっていう言葉があるんですね。で、それを聞いた時にちょっともう衝撃と、あまり本当のことを突きつけられたような気がして、で、そこからもう一度自分の人生とか音楽どういうふうに関わっていこうかなって考え始めたんです。今はなんとなく本当に自然にもう心からこの世界に必要とされるものが自然に表現されて、巡っていけばいいなっていう感覚で、まあ、音楽と向き合えてるんですね。で、まあ、これもそれもバンダナシヴァ先生や辻先生のおかげかなって思ってるんですけども、で、まあ、ビデオずっとループしながら癒されてたんですよ。で、そうこう言ってたらもう1週間2週間後に、ピアニスト仲間のアリコさんという人が、明日鈴鹿のアズワンで辻さんのスピーチの前に演奏するよみたいなことをおっしゃられて、で、まあ、僕一緒に活動してるんで、あ、ちょっとお話聞きに行きますって言うと、まあ、トントン拍子で僕も演奏させてもらったりとかで、で辻先生も仲良くしてもらって、挨拶することができて、で、まあ、そこから何回か辻先生と一緒に何かね、イベントしたり学ばせてもらったりして、まあ、去年だったらサティスさんの、映画が出た時に京都来てくれたりとか、まあ、あったりして、で、今年になってですねまたヨガフェス行ってたんですよ。で、行ってたバンダナシヴァがまたやってきて、で、またもう今度は僕ももう涙ですね。本当に素晴らしくて、あの時はエコフェミニズム、についてヨガフェス内で喋られて、で、この続きはうちのナブダーネでも何日後かに3日間のコースがあるから学びに来たらいいよっていうことをみんなにおっしゃられて、で、僕そのままもう迷わず行ったんですよね。で、それでエコフェニミズムコースっていう3 days のコースを現地で受けてきました。はい。で、まあ、やっぱり最初に他のチャプターで言ったもうバンダナシヴァのエネルギーがやっぱりもう素晴らしいなっていうところですね。で、あとはやっぱりエコフェニミズム、ここではあんまり話を掘り下げないですけど、やっぱり女性性と自然性についての関係とかから話が深まっていって、で、まあ、バンダナシヴァの村の女性たちは山の開発とかが進んだ時に、いや、私たちは自然を愛してるから木を抱きしめるっていう、木を抱きしめる運動のお話だったり、まあ、そこからやっぱりお話を展開していって、グローバリゼーション、ローカリゼーションとか遺伝子組み換えの話、種もあれば、まあ、最終的にアースデモクラシーのような話に膨らんでたのかなって思うんですけど、ただやっぱり僕英語が難しかったんですよね、ここでも。で、まあ、そうなんで、その時にもうそこにいながらもう今回のこと考えてたぐらいなんです。スタッフの方と相談して、日本語の通訳連れてきて僕もう一回学びたいですって。で、まあ、やっぱりその縁のある人とこうナブダーニャに来て学び合いたいかなって思ったんですね。で、そこにはもう世界中の若者とか有識者の人が来てます。で、雰囲気もすごい良くて、青空の下やるんですね。まあ、一応屋根はあったりするんですけど、円になってバンダナシヴァがいて、
世界中の人たちがいて、そこで話を聞いてるっていう、全然そのゆったりとした時間の中で締め付けられる強制されるような雰囲気もなく、楽な感じ、本当に自然のありのままの雰囲気で、学び続ける、まあ、3Days ですね。で、はい、で散策があったりとか、まあ、いろんな人との交流っていうのもすごい見どころだと思います。まあ、自己紹介からちょっと最後コースの紹介になったんですけども、ということで僕はまあ音楽やってるんですけども、ツアーに関しても農業に関しても正直素人です。はい、でツアーに関して素人っていうのはちょっと不安になったかもしれないですけど、他の動画でツアー会社さんのことを紹介したり、まあ、ツアーの細かなところをもう一度触れていこうと思います。はい、ここまで見ていただいてありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。